夕暮れチャイムが聞こえる頃、心はその胸は何を思うだろう。おはようもお帰りも、この街にある君の住んでる積水お願いします。いきなりね、あの直哉になんか1年経ったらこうなるよって言われてね、めっちゃハードル上げるやんとか思ってね、頑張りました。何を言うとしたんだっけ。そう、裏でね、何を言おうかしたか、なんか何を言おうかなって考えてて、ああそうだ、まああまりライブに出ることがないんで、まあ、緊張してるんですけど、さっきひなちゃんが緊張したら野菜に見立てたらいいよって言ったんですけど、よくあんなね、ごぼう、ピーマン、トマトとか、そんな無理ですよ。もう僕にはみんなナスに見えましたね。で、それで、ああまあさっき紹介があったように僕初心者なんですけど、まあ初心者、あちなみに初心者はどれくらいいますかね。ギターやってない人、あなんか後ろの方にもいっぱいいますね。ありがとうございます。初心者、まあ経験者の人もライブがあるんですけど、その初心者、うん、もし入ったら初心者ライブっていうのがあって、それで、まあ、グループにいくつか分かれて、まあ、曲をグループごとに決めてやるんですけど、曲選びって結構大事で、その大事っていうか、まあ初心者だから難しい曲も弾けないし、結構限られてるんですけど、やっぱ一番最初にやるライブなんで印象が残る残らないみたいなやつがあるんですけど、まあ、積水ハウスもそうですね。だからその僕はちなみに何やったかっていうと、ピクミンでご存知ですかね。食べられるやつです。それをやって受けたっていう。だからまあもし入る人は参考に。
で、次やるんですけど、次の曲は、まあ、2週間ぐらい前に練習してて、その、まあ、アレンジを考えてるんですけど、ただアレンジするだけだったら面白くないなと思って、そうだ作っちゃおうっていうことで、 ある曲を、まあ、歌詞と曲名そのままお借りして、作曲をしました。まあ、本当に曲だけしか考えてないんでそんな大したことないんですけど、まあ、もちろんみんなが知ってる曲で本当に多分有名な曲だと思うんで、1番を自分のアレンジしたやつでやって、で2番、まあ、原曲通りにやって、でまた最後ちょっとサビをちょっと練ってやるので、まあ1番の間で何曲かなっていうのをちょっと考えてくれればなって思います。それでは聴いてください。忘れちゃうのかな、そんな時には
話すこともないのでもう次に行こうと思うんですけど、次っていうかもう最後なんですけど次やる曲はまあアンプラの人だったら割と誰でも知ってるような有名な曲っていうか、まあこの曲を僕がやってもいいのかっていうぐらいの曲なんですけど、まあアンプラ入ったらよかったらね練習して弾いてみてください。まあちなみにさっきの曲はドラえもんでした。ということで、最後の曲は、椎名林檎さんの悪の内サディスティックです。ありがとうございました。
ありがとうございました。